灯籠は、東アジアの伝統的な照明器具の一種。中国、朝鮮半島、ベトナム、日本などに分布する。明かりを、旧字体で、明かり、籠を、遺体字で、籠と表記する場合もある。香港では固有名詞以外は、灯籠の表記で統一する。元は、文字通り、灯籠であり、明かりの日が、 風などで消えないように木枠と紙などで囲いをしたものである。木枠で小型のものは紙棚などで用いられる。また寺院の庭園など屋外には堅牢な石道路や金属道路が設けられる。釣り下型の釣り下道路もある。道路は仏教の伝来とともに都えし寺院建設が盛んになった奈良時代から多く作られるようになり多くは 僧侶が用いたとされる。平安時代に至ると、神社の検討としても用いられるようになる。その皇室内で用いるものは安鈍、折りたたみ式で携帯も可能なものは、提灯と分化した。灯籠といった場合、神社、寺院や旧街道などに多く存在する屋外の固定式を指すことが多い。また仏具としての室内用の灯籠や、祭礼用などで、 移動可能なものもある。近代以前は港に設置され、灯台としても使用された。光源としては油やろうそくが用いられた。現代では電気やプロパンガスによるものもある。日本庭園における石灯籠のように実用ではなく装飾目的になっているものもある。灯籠はもともと仏像に正常な明かりを現じるために、仏像などの前面に配置された。 古代寺院においては、伽藍の中軸線上に一気置かれるのが通例だった。そのため、左右非対称の伽藍には、灯籠の移行は見られず、中軸線が確認できる伽藍においてのみ、確認されている。これは、平安末から中世における浄土寺院においても同様である。神社では、神前の宮か神王、検討用に灯籠が用いられる。また、定常用、 社頭装食用等にも使用される。なお、神社での灯籠の種類は、木灯籠、金灯籠、石灯籠、釣り灯籠、剣灯籠等に分類される。ところで、新葬祭や夜間の神事では、影灯を使用する。これは、影灯籠とも言う。鋼神,神、昇神、仙座の儀など、陶火を消して行う清安中の神事に、明かりを隠して、 かすかに一方だけを照らすためのもの。影塔は、日の木薄い製で長方形の箱状で正面には、長方形の小穴があり、明かり取りとし、中でろうそくを灯す。日本には、飛鳥時代に仏教が伝来したのと同時に灯籠が、伝来した。初期はその多くが、剣刀と呼ばれ。 社寺に設置されていたが庭園文化の発達とともに園内に干渉目的で石道楼が設置されるようになった。石室は花崗岩が主流で、その中でも三陰石は石道楼の中で最も多い。上からの各部の名称、小堀園州の遺書によるもので、傘が特徴的で小堀池の家門である七宝門の堀のあるものもある。京都。 高瀬川二条園にあるあずまや風灯籠が日本国内に現存する石灯籠で最も大きいとされる高さは13メートル紙製の灯籠に紙灯籠がある和紙と糊だけで作られた灯籠に熊本県山賀市の山賀灯籠がある竹製の灯籠を竹灯籠というガーデニング、インテリア、イベントや街路のライトアップに用いられる ありがとうございます。